日本とトルクメニスタンの関係では、日本とトルクメニスタンの関係について一説する。ソビート連邦から独立したトルクメニスタンを、日本は1991年12月28日に国家承認し、翌1992年の4月22日に外交関係が成立した。大使館設置は少し遅れ、2005年1月1日に、 アシガバードニ在トルクメニスタン日本国大使館が開設2013年5月に在日トルクメニスタン大使館が東京に開設されたトルクメニスタンは1991年に独立して以来2006年に休止するまでサパルムラとニアゾフが大統領を務め彼はトルクメニスタンの独立や近代化を果たしたものの極端な個人崇拝に基づいた 独裁的な政治によって世界で最も権威主義的で抑圧する独裁者として国外で非難されていた。またトルクメニスタンは自国民の保護を名目に鎖国的な政策をとってほとんどの観光客や海外メディアを受け付けなかった。これら理由により中央アジアの北朝鮮とも呼ばれており民間の交流は薄いのが現状である。 トルクメニスタンの在留邦人も2019年時点で39人、在日トルクメニスタン人も46人に止まっている。トルクメニスタンは天然ガスの産出国でもあり、中国やインド、パキスタン、トルコなどへの天然ガス輸出と免火生産を基盤として高い経済成長率を誇り、地政学的にも重要な位置にある。日本は独立以来継続的な援助を行っており、 2018年までの累計援助額は60億円を超えている。特にサパル村とニアゾフ前政権時代には独裁的政策の一つとして医療機関や教育施設の削減が行われており、ゆえにトルクメニスタンは教育面や医療面にいくつかの課題を抱えていることから日本はこの部分を重点的に支援している。その他、1993年から研修生の 受け入れ、中央アジアでは貴重な水資源の持続的利用に関する援助、砂漠化防止に関する援助、首都アシガバード地域での地震リスク評価に関する援助、なども行われている。トルクメニスタンにとって、日本は米国やドイツ、イギリスなどに次ぐ、主要援助国である。第2大トルクメニスタン大統領グルバングル、ベルディムハメドフが就任して以降、彼は、 独裁的であった全政権政策からの脱却を進めており、要人往来も活発に行われている。2009年には日本政府の招待によって、ベルディムハメドフ大統領はトルクメニスタン大統領として初訪日すると、当時内閣総理大臣であった鳩山幸夫と首脳会談を行い、両国間では初の共同声明となる。 日本国とトルクメニスタンとの間の友好、パートナーシップ及び協力の一層の発展に関する共同声明を発表している。その後、大統領、ベルディムハメドフは2013年にも訪日して、当時の総理大臣、安倍晋三と首脳会談を開催し、経済や科学技術における交流のさらなる進化のため、前回の共同声明より一歩踏み込んだ。 新たなパートナーシップに関する共同声明に署名している。その際には同時に技術協力協定など複数の協力や支援に関する署名も行われた。2019年には特人の即位の例に際しても大統領ベルディムハメドフは日本を訪れている。一方で日本は2015年に安倍晋三が内閣総理大臣として初めて トルクメニスタンを訪問し、経済や科学技術に加え文化面での交流も促進する意向が表明されたほか、北朝鮮核問題といった地域課題についての意見も交わされるなど、外交的なつながりは2010年代以降強まりつつある。また、トルクメニスタンは日本政府が主導する中央アジア日本対話の参加国であり、より広域的な枠組みでも結びつきは増えている。 小規模ではあるが文化的交流も行われており、その代表は教育面での交流である。英語をはじめとする12の言語専攻を置くアザディ名称世界言語大学では日本語学科が2007年から設けられており、2016年に他の6大学で日本語教育が開始されるまではトルクメニスタン唯一の日本語教育機関であった。また、それ以前の2004年には トルクメニスタン国立図書館へ2040万円分の視聴覚機材が日本から提供されている。グルバンマンメトエリアソフ。ありがとうございます。